1>, 1月28日に AI は意味をどのように扱っているのかというセミナーをしようと思っています。で基本的にはあの前回1月の14日に行った「なぜ?」で考える ChatGPT の不思議の第2弾です。で1月14日のセミナーでは ChatGPT があの大規模言語モデル の中から生まれながら人間からのフィードバックによる強化学習でこれは新しいですねでそういう方法で人間の教師による教育と評価を受けて成長した人間との対話に特化した AI システムそれがチャット g p t だって話をしましたでそれにしてもチャット g p t があの非常に強い印象を与えたのは それが滑らかに会話する不思議な能力を持っているからそこが大きかったと思いますその能力はチャット GPT が対話の意味を的確に理解していることそこに意気をしているというふうに考えていますでそしてその能力はチャット GPT の生みの母である大規模言語モデルから受け継いだものであるそれに他ならないというふうに考えています で今回のセミナーの主要な力点はあの、まあ、前回取り上げることはできなかったんですが c ャ a t g p t をはじめとする現代の AI 技術がどういうふうに意味を扱ってきたかそれを少し歴史的に振り返ってみたいというふうに思っています。 でまあ、基本的にはあの次の3つの内容でセミナーを開こうというふうに思っています。1つは意味理解のさまざまなアプローチ、で2つ目にはあの意味の分散表現の登場で、3番目には大規模分散モデルの成立という3つの内容でセミナーを開こうというふうに思っています。ただあの力点は後ろの2つのつ方にあって あのまあただあの意味理解にやいろんなアプローチがあるんだっていうのはあの知ってていいことだというふうに思いますんでそれはあのさらっと終えてあの意味の分散表現の問題や大規模言語モデルというのはどういうふうに作られてるのかってことが今回のセミナーの主要な力点だってことはあ,のあらかじめ述べておいた方がいいというふうに思います。 えっと最初にあの意味理解のさまざまなアプローチなんですが実はあの何もあの大規模言語モデルやチャット g p t 以前からさまざまな意味理解のシステムまあ例えば代表的なグーグルのニューラル音声検索だとかアマゾンのエコーアレクサとのボイスーシステムだとでもっと古くは例えば IBM ・ワトソン といったような意味理解のモデルがあります。これはあの今回。あのフォーカスしようとしている意味の分散表表現。あるいは大規模言語モデルに向かう流れとは別な流れですね。まあ、その特徴を、まあ簡単に紹介しようというふうに思っています。だいくつかのスライドのあのスクリーンショットだけ。ちょっと見ていきたいと思います。一、まあ、つは。のオンサイク 音声検索これもなかなかあのスキーマというかエンティティモデルってやつなんですがこれもあのかなり膨大なシステムになっています。でもう一つはそ,のあのそれと比べると軽い実装なんですがただその重いか軽いかというのはあの目的に応じて選んでいいと思うんですね。でアマゾンの コハラクタのシステムもこれはインテントモデルってやつですねでそれで意味を処理しようというふうに思っ、あのー、というふうに実装されていますもう一つはまあアビアン・ワッツンまあこれは今はもうあの、まあ、歴史的な一つの達成と見ていいくらいのものだというふうに思っていますけれども これもまあ立派なあの研究だというふうに思います。まあでも今回はあのこうした、まあ現在もいろいろ、まあ、特にその検索の問題はチャット GPT の関係でも非常に大事な問題にこれからもなっていくと思うんですけれども、で今回はこれはさらっとあの、いくつかの類型を紹介するってことにとどめたいというふうに思っています。 で今回の大事なポイントの一つは意味の分散表現。である時点からあのディープランニングでの意味の分散表現があのそれまでのさまざまな意味の実装方法をあの凌駕するようになるで、まあ。自然言語の理解に統計的表を使うという流れは古くからあるわけですから、まあ、ここでは意味は明確に。 ベクトルで表現されることになりますで具体的には次のような4つぐらいのトピックを扱おうと思ってます。1つはヒントンたちがやったオートエンコーダー、エンコーダー・デコーダーっていうフレームの話をしようと思いますで。2つ目はこれも非常に大きな転換点になったんですけどマカロフたちのワード・トゥ・ベクトルで5をベクターで表現する。でそれから あのイリアたちがやった「スイケンス・トスイキャンス」これも非常に大きな転換でしたね。で最後にあのアテンション・メカニズムでそやつを意味の分散表現の手法としてはこの辺はあの少しきちんと流れとしては押さえていく必要があるだろうというふうに思っています。 でまあ、これもそこにちょっとだけなんですが、例えばオートヒントのオートエンコーダーの話、エンコーダーデコーダーの話はあの、これは画像が例になってますけれども、あの意味の,あのセマンティカルな圧縮というのはとても大きなあの飛躍になったというふうに思います。それから、ワットベクトル、言うまでもないですけれども、語をベクトルに対応づけるとこうを明確に出した。 あの画期的な論文ですねでそれからこれはあのイリア今の,あのチャット GPT を作ったオープン AI の理論的な技術的なボスではイリアたちの業績なんですが「スイケンスス c e s e q u っていう考え方でそれから「アテンションメカニズム」でこの辺があの意味の分散表現の基礎になっていきます。 でそういうのを踏まえて、あの実はあの大規模言語モデルってやつが成立し,してきます。で代表的なのは3つほど挙げておきましたけど、まあ、これもだいたい次系列に並んでいると思えばいいんですが、Google のニューラルー機械翻訳、それから BART、それから GPT-3。これらの後に ChatGPT、まあ、これらとの比較で チャット GPT の意味モデルのまあ特徴を捉えることも必要だというふうに考えています。で、チャット GPT 確かにあの奇妙っていうか不思議な能力を持つんですが、これはこれらのあの意味理解の蓄積の上でできてるんだってことはあの大事なことだというふうに思います。 ま,あちょっとまたスナップショットだけあの見ていきましょう。これはだから Google の二色や機関フや、これもだから大規模言語モデルの先駆けっていうか、画期的なあの仕事だったというふうに思います。で、その後やっぱり Google の中から b ー r t っていう、まあ、Google リサーチだと思いますけど b ー r t っていうの、これがあの、まあ、現代の,あの大規模言語モデルの一つの典型的な あの整理の仕方です、ね、これはトレインドというか、まあ、あらかじめあのアテンション付きであのあの両方向に LSTM を並べてでそういうデータを作っておいてオートにあの用途に応じてトランスフォームしていくというスタイルですねこれも非常に大きな。でそれから GPT3 のこれをあの あのワンショットっていうかフューショットって呼んでますがフューショット論文ですこれも非常に衝撃的な内容でしたまあこれらのことをざっと紹介してで現在の,あのチャット GPT の実装の背景みたいなことをあの知ってもらえればいいなまああの個々の技術の,の紹介は あの短いものですけれどもそういう流れの中で着実のなるは前進してるわけですねそういったものとしてあるいはあの着実に前進しつつも前回も少し強調しましたけれども規模の拡大だけではうまくいかないっていう認識やそれからやはり論理的なものをあの学ぶ力が欠けているそ,、まあ、その二つの問題が大きいですね。 それが現在の到達点だというふうにあの考えることができるというふうに思います。で、今後についてはあの予定は、実は、まあ、あの、防災表現論にフォーカスしようというふうに思ってるんですけれども、それは今も大きな変化の中にあるんですね。基本的には、ワールド・トゥ・ベックみたいに、 意味をベクトルで表現するっていう現在のスタイルから意味を密度行列で表現するという研究が主要な方向だというふうに僕は考えています。その中ではあの当然、まあ、ベクトルから密度行列というのは古典的な確率の概念から量子論的な確率概念へ。 あるいはエンタグルメント的な現象が実は意味理解の中で生まれてるんだっていうような発見だとかあるいはそれらをフレームとしてはテンソルネットワークという計算の仕方で、で計算の方法でですね高速化できるんだというような話だとかそれらをさらにもっとカテゴリー論的に整理して で構造のないあのコーパスというか大規模なデータからなぜあの論理的なものが抽出できるのかという研究に至るのでいろんな研究が活発に行われていますでそれについてはあの引き続きセミナーで紹介していきたいと思っていますのでご期待ください。